半期ごとに発表される、はい、新聞雑誌部数交差機構、はい、まあ、オーディットビューローオブサーキュレーションという日本の ABC 協会という子がね、はい、とこがね、はい、まあ、半年に1回ですね、はい、各種の、実売部数を発表するんですよね、はい、これはその何のためにやってたかっていうと、本当言うとこれはスポンサーのためにやってたんですよ。広告だから売れてる時は、はい、うちの雑誌はこんなに売れてますよと、はい、だから広告料を値上げしますよとか、はい、あるいは広告料を高く取りますよとか、はい、そのためにまあやってたわけだけど、はい、だんだんその紙媒体売れなくなって、はい、もうそのそれは会員になって自分で会費払って申告するわけだから、うん、はい、もうやめるっていうところが出てきちゃって、はい、まあ、サンデーマイズとかニューズウィーク日本版とかはもう前からまあやめてた、もう何年前にやめちゃったんだよ、はいはいはい、けど出すともうマイナスだから効果しかないから、はいはいはい、売れてないことが分かっちゃって、そうです。でニューズウィークなんかいい内容なんだけど、はい、なかなか売れてないんですけど、うん、ただニューズウィークはさすがに広告はいいの入ってるんですよ、はい、結構、ナショナルブランドが入ってるんですけど、はい、それでも最近ちょっとそのほらここなんか評判なんか自社庫になっちゃったからね、まあ、そうですね、うん、とかね、うん、はい、それからそのこれなんかは葛城町の、はい、町のさ、はい、でしょ、はい、これどのぐらいの金額取ってるのかわからないけど、うん、葛城町役場っていうか和歌山県のここがそんなにお金出すとも出せるとも思えないから、うん、そうですね、やっぱ結構ニュースイクになって苦しいんですけどね、はい、で今度の ABC でものすごく驚いたのは、はい、月刊文春が、はい、なんと165,794部、少ないですね。月刊文春はね、まあ多い時で75万部とか、あの場合によっては、はい、100万部とか言ってた時もあるんだけど、はい、大体戦後ずっと50万部は維持してたんですよ、はい、それがどん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 落ちて、ついこの、何年か前から20万部になってたんですよ、はいはい、で20万部がギリギリだと思ったけど、もうそれを割って16万5794部、はい、これはちょっと信じがたいような数字だね。紙メディアがね、うん、紙メディア全体がもうね、はい、相当なんていうか落ち込んであって、完全にスマホになりましたからね。スマホでニュースを追いかけるっていう時代になりましたから、うんうんうん、そうなんだよ。これが一番びっくりしましたね、はい、だけどもう本当に腹立たしいのはね、はい、今でもね、書店に行くとね、はい、平台にね、文藝春秋がドカーンと積んであるんですよ、はいはい、何十冊も。そうですね、売れてないのに。だけど、売れてないんですよ多分ね、はい、あれ返品率相当高いと思うんですよ、うん、じゃなくちゃだってあんなに出しててさ16ってことないですね。16ってことありえないからね、はい、そうするとさ、あれ返品するったってね、往復に運送料とかかかるわけですよ、はい、そういう費用は、はいはい、だからそれなんでこんなことやってんのかね、はい、書店の人はもうちょっと勉強してほしいなと。なるほど。あるいは何だろう、すごい文春が得点をなんか与えてるかも分かんないですけど、うん、これはちょっとね、信じがたいような風景なんだよね。あと、まあ、コンビニもたまにありますからね。コンビニもたまにある、はい、うん、コンビニもある。でも減ってますねやっぱり、うん、そうそう、それもすごくコンビニもほら、うん、雑誌自体が減ってるじゃない、はい、これ全部昔はね、うん、窓際に雑誌が並んでたでしょ、はい、あれはもう全然立ち読みをして客が入ってることを見せるためにとか言ってましたけど、はい、そうそうそう、今全然もう今もう ATM の横にあって、そうそう、ほんのちょっとしかない、ちょっとしかないんだよ。そこで探してる雑誌、週刊誌ない時ある。ない雑誌、そう、雑誌を探す時に肩身狭いなみたいなコーナーに追いやられてますよもうもうそうなんだ。コンビニはね、エロ本だってないよ、はい、もう、はい、エロ本なんかもう真っ先に追放だようん、エロっぽいの、まあ、エロっぽいのしかないです。エロ本じゃないですけど、エロっぽいのばっかりです。はい、もはや、はい、ネットを見ねえいい人だなっていう感じの。うん、そうそう。で週刊誌に行ったら、週刊文春がやっぱトップで208,400、週刊現代が2で12万、うん、もう8万も違うね。はい、それから週刊新潮が12万、うん、週刊ポストが11万、はい、プレイボーイが、6万、はい、週刊大衆が68,000か。うん、アイラが 34,570、 アイラ3万じゃもうこれ全然採算取れないと思うんですよ。うん、そうですね、写真も多い、写真も多いですし、カラーがね、うん、あれですから、まあね、はい、だからさっきも言ったようにサンデーマイズとかニューズウィークとかはもう申告さえしないわけだから、朝、ね、今度朝芸もしなくなっちゃったからね、はい、朝芸も大衆に負けるはずないんだけど負けてたんだよな、うん、ずっとな。
まあ、ハイラとか本当面白くないですからね。面白くないよね。一個も面白くないですから、ね、週刊誌が減ったからちょっとあれも入れようかなと思って買ってんだけどさ、はい、面白くないもん。全然ダメですね、はい、読むとこないもんな。話になってないですね、本当に。誰がこれ金払すんだって思いますね。いや本当だよね、はい、出して唯一いいのが春めくだけって、はい、50代以上の女性向けの実用全然知らなかったです。しかもこれあの書店で売ってないです、はい、定期購読だけ、はいはいはい、これはもう46万4710円、雑誌の中で一番売れてますよこれ、うん、健康雑誌ですね。まあ健康とかね、はい、出てないなこれ、はい、春めくだけ、はい、今週感動話してないですよ。今週感動がないですよ夏いなくなった忘年会とか行ってて忙しかったですね。忘年会、はい、昨日したの忘年会ですからね、はい、そうですか。もっと本読めっていう葉っぱをかけてきましたけど、はい、はい、分かりました。だ自分たち本作ってんだからさ、はい、自分たち読まなきゃどうしようもないでしょ、はい、自分たちが読まないで人に読めっていうわけにいかないから、はい、昔新年号といえばもう大体金を使ってたんですけど、はい、で面白いね、ニューズウィークなんかまで金使ってるんだよ、ね、そうですよね、はい、あのポスト、はい、あと今年変則で週刊文春と週刊新潮はあの来週まだ水曜日に出るんでまだ合併号じゃないんですよね、はい、そうですね、うん、